moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。午後10時になりました。 FM79.7MHz FM ギュナワンの電波をお借りして、名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋をお送りいたします。番組名旧名古屋は、 FM ギュナワンがあるギュナワン市旧名と名古屋を組み合わせた造語で、名古屋の情報を沖縄県ギュナワン市から発信し、双方の魅力をお届けする30分番組になります。 MC はラジオが好きで投稿生活に浸っている私磯煮込みスキーと、講師ともに各方面からトークが滑っていると指摘されている滑り王子マスクマン、そして深夜ラジオにはまり、ラジオは生活の一部にしている名古屋のダンサーズでお送りいたします。始まりましたね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 。第1回目ですよ。改めまして、自己紹介の方まず、じゃあ、皆さんもうおなじみになってると思いますけども、名古屋の滑り王子マスクマンでございます。よろしくお願いいたします。そして私味噌煮込みスキーです。そしてですね、投稿でいつも大変お世話になっております、踊りの経験ゼロ名古屋のダンサーズでございます。本当にね、一回ねこの番組の中でね踊ってもらいたいぐらいですね。みんなに見せることできないけど。できないですね。本当はあれなの、上手なの本当は。お、本当はサイドステップぐらいはできるかもしれないですね。あ、いい感じですね。いい感じですね。サイドステップするとね、お腹が揺れるってそういうこともありますからね。あらあら。あ、それでは、はい、今週のテーマがあります、はい、今週のテーマはスタートです、皆様からのメールも受け付けております。メールアドレスはkiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。ツイキャスライブもやっております。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください、リスラジもあります。インターネットラジオ配信サイトリスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄を選択し、 FM ギノワンを選択してください、ゲストコーナー今日あります。ゲストのコーナーは電話で出演していただきます。本日のゲストは下地悟さんになります。22時12分頃から中継つなぎます。はい、電話ゲストですね、はいはい、この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、こちらの提供でお送りいたします。続いてのコーナーはですね、まあコーナーじゃないですね、メールをいただきましたので、読んでいきたいと思います。今日のテーマは、今日のテーマはスタートです。はい、じゃあ早速メールがをいただいておりますので、たくさん来てます。第1回目ですけど、はい、第1回目の方から。そうですね、第1回目の方、あら、こちらはもう地元じゃないですか、名古屋の工場長からね来てますよ、
新番組おめでとうございます。名古屋の工場長と申します。ありがとうございます。ありがとうございます。ありそうでなかった名古屋情報発信番組、沖縄と名古屋の架け橋となるように頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、やっぱり名古屋、まあ、こう東海3県いろいろ、の情報をですね、沖縄の方に知ってもらいたいと思いまして、まあね、王子たちもね、まあ始めたばっかりなもんですから、いろいろ勉強しながら、ね、皆さんにお伝えしたいなと思います。でまたね、沖縄のいろんな情報もこちらの方に、ね、寄せていただきたいなと思いますんで、ね、 ご協力お願いいたします。はい、ということでまだまだメール紹介いたします。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、そしてお仲間の皆さん、お仲間になってるお仲間皆さん、新番組スタートおめでとうございます。読谷村からフルムーンイカリーと申します。名古屋と、ありがとうございます。ありがとうございます。名古屋と宜野湾市を通じた全国的な情報バラエティ番組となることを期待しております。さて番組テーマスタート、10月1日増税開始がありましたが、沖縄都市モノレール、ユイレールが那覇市内のみだったのですが、首里駅から4駅延長して隣の浦添市まで今日から開通しますね。宜野湾市はもちろんですが、私の住む読谷村まで続いてくれたらいいのになとみんな思ってるでしょうね。では皆さん頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、王子ショックだな。どうしたの碇さん。王子いますよ。マスクマンです。お仲間の皆さんもう、ね、いいですか、まだまだ紹介してもいいですか。どうぞ。はい、本日の祝開局誠におめでとうございます。沖縄から浦添のしんちゃんですよ。今日から10月を迎え、 また消費税が 10% に上がりましたね。令和元年増税のスタートが始まったけど、そんなこと関係ねえっていうわけがない。みんな増税はきついけど、ナンクルナイサーのうちなー精神で縛りましょうね。本日第1回目の放送おめでとうございます。またね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではこちらですね、はい、ハイタイ名古屋チームの皆さんこんばんは、昨日までに100均でウェットティッシュを10個買いだめしました。アレックスです。たくさん買いますね。ありがとうございます、初放送おめでとうございます。ありがとうございます。マリオカートでよくスタートダッシュを狙うというんですけども、絶対にできないんです。コツを知っていたら教えてください。リスナーさんに知っている方いらっしゃいませんか。またマリオカートのバナナでよく滑るんですけど、私の肩に王子が乗ってるはず。まあ、あのね、こうスタートダッシュといいますかね、やっぱり油必要ですね。まあそういう時にはね、王子のね、顔の油でもね、リモコンのねコントローラーに塗って手の滑りを良くしてください。きっとね一番になると思うよ。いいですか、はい、次のメール行っても、はいはい、はい、名古屋チームの皆さん、リスナーの皆さんこんばんは。鶴ヶ島カーズニーです。ありがとうございます。ありがとうございます。キユ名古屋放送開始おめでとうございます。楽しい放送を期待していますね。今日のテーマスタートですが、この年になると何か新しいことを始めることが少なくなりましたね。なので新しくスタートすることを考え中です。これから長寿番組になるよう応援してます。頑張りたいですね。そうですね、長くね、長く番組ですか、長寿番組、ね、その前に生きてますかね。そうなんだよね。まずね、健康で そうなんだよね。もうね、もしかしたらね、はい、病室からお送りするかもしれないですけども、はい、続いてはこちら、こんばんは。沖縄大好き、沖縄中毒の北海道の純ちゃんです。新しい番組のスタートおめでとうございます。緊張していますか。わらわらわら、新しいことってワクワクもするけど、ドキドキもハラハラもしますよね。放送を楽しんで頑張ってください。応援しています。ではまったや。ありがとうございます。ありがとうございます。一度北海道も行ってみたいですけど ね、はい、ね、これから寒くなるんですけどね、またこの日向名古屋でね、もっと寒くなるようなね放送がね皆さんにね、はい、お送りすると思うんですけどもね、ダウンジャケット着てね聞いてくださいね。じゃあメールはじゃあこの後ほど紹介する、はい、ということで、じゃあまた後半にも紹介いたします。はい、はい、ではこの後 CM です。
キウナ小屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。アルゼンチンから来日して16年、ふるさとのことを思い出しながら日本で楽しいことや苦しいことを経験する中、素敵な曲と出会いました。大城バネサが歌いたかった10曲をこのアルバムに。大城バネサ初のカバーアルバム The Covers 好評発売中。キウナ小屋。はい、ということで、ゲストコーナーのお時間です。はい、今日はですね第1回目のゲストということで、電話出演ということでいただきます下地悟さんでございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつも大変お世話になっております踊りの研究所の名古屋のダンサーズでございます。どうもどうも、田沢さん、お世話になっているのはこちらの方ですから。いや、とんでもないです。大変お世話になっております。いつもくもじの放送局の方では大変お世話になっておりまして、いつも楽しく拝聴しております。はい、ありがとうございます。そしてですね、隣にはこのものもいます。はい、いつもありがとうございます。みそにこみすきです。どうも、みそにこみすきです。僕メッセージをいただくたびにね、いつも感じたのをちょっと思い出してしまいました。いえいえ、ちょっと今日第1回目の放送をしまして、ちょっと気持ちが分かるような気がいたしました。でも番組スタートということで、今日が第1回目なんですよね。はい、はい、そうです。今日第1回目です。はい、第1回目で、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいですね。そしてですね、今日がですね、FM ギノワン開局4周年ということで、4周年、はいはい、ちょうど4年前の今日10月1日が FM ギノワン開局の日となっております。ああ、なるほど。はい、そういう記念すべきふさわしい時にいいのかなというような番組始めちゃいました。すごいじゃないですか。また逆にそういう時にゲストに出させていただいて、いや、大変光栄でございます。ありがたいですね。ありがとうございます。さてですね、先日、昨日ですね、台風が近づいておりましたけど、宮古島の方はいかがでございましたでしょうか。宮古島はそよ風状態だったんですが、はい、雨がすごかったですね。雨多かったです、今回。雨ですか。雨台風っていう感じでしたね。あ、どっか冠水とかしてたんでしょうか。まあ、道路とかは、まあ、一部冠水とかはあったと思います。ただ宮古島は琉球石灰岩で、ね、できているので、水はけがすごくいいんですよ。早いんですね。はい、なのでそういった被害とか云々っていうのは、聞いてないし、はい、新聞等などでも、見てないですね。あ、そうなんですか。はい、よかったですね。そうですね、石垣島などは通信障害も起きたということがありましたので、宮古島もどうだったのかなと思いましたので。そうですね、今回はちょっとそれって西寄りだったので、ね、はい、そういった意味では宮古の方は助かったなって感じなんですけども、ね、石垣の方本当に大変だったみたいで。そうですね、はい、大変だったと思います。台風はね、
僕ら台風慣れしてるんですけど、沖縄の人っていうのは、やっぱりその準備とか対策ですよね、はいはい、でそれ終わってからの後片付けが一番大変なんですよ。あ、よく言いますよね、潮がかぶるということで車をね、洗車機にかけられたりとかされ、そうね、もう車はすぐ洗わないとやっぱり錆びてしまうのが、ね、うん、目に見えてるので早く洗わなきゃいけませんし、あとは木の葉っぱとかがね、もうものすごく飛んでくるので、家の周りも木の葉っぱだらけですね。あ、そうなんですか。じゃあそうそう、はい、掃除も大変ですよね。掃除は大変です。そうですよね、はい、ということで今日ですね、また我々、はい、チーム名古屋がですね、こういったラジオ番組で、実はこれ今名古屋で喋ってるんですけども、宮古島とつなげて、この電波が出ているところは宜野湾市という、なんとも複雑かもしれないんですけどもすごいね、はい、宜野湾から名古屋、名古屋から宮古島、そうなんですよ、すごいですね、だから名古屋ですので、宮古島から電話をつないで名古屋経由で宜野湾市に発信してるというちょっと複雑ですよ、とても複雑なんですけどもこういう流れでやっております、ね、ただですね、今、はい、佐藤さんの声はですね、全世界に配信されております。はい、ハローそうですね、ツイキャスなんかはね、世界で見れますので、はい、ちょうど今の、ね、北海道のトールさんですね、うん、今ツイキャスというのがあるんですけども、コメントもいただいております、北海道の方も今お聞きいただいております。すごい、なんかありがたいですね。いい時代になりましたね。いい時代になりましたね、はい、それでですね、我々のチームの中にもですね、一人ですね、滑っているというね、この放送に耐えれるかどうかという方がいますので、ちょっとそのものから今からちょっと佐藤さんにお声掛けさせていただきます。はい、こんばんは、お初でございます、名古屋の滑り王子、はい、マスクマンでございますなんか素敵なネーミングでございますね。そうですね、もともとはマスクマンだったんですけども、はい、まあ、ラジオ放送をねやるうちに、はい、真面目に喋ってるんですけど、なんかこう滑ってるねっていう声が多くなりまして、もう自分でもね、わからないんですけど、どこで滑ってるかもわからないんです。ただ真面目にトークをしてるつもりなんですけども、はい、各方面の方々からマスクマン滑ってるよ、これがもう板につきまして、いつの間にか滑り王子になりましたでも、まあ、あれはそれは、まあ、ある意味こう一つの個性としてね、生かしてね、これからラジオ番組も楽しくされた方がいいと思いますけども。そうですね、皆様にね、声援いただいてですね、王子も、はい、成長しておりますで、どうぞ、僕宮古島から放送していたりするんですけども、はい、どうぞ今後ともよろしくお願いします、ね、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、はい、いや本当ありがとうございます。ありがとうございます。いつも毎週私もと拝聴しておりまして、楽しくお聞きしておりますけども、南ちゃんとラジオの方では娘と、はい、楽しくお話しされていらっしゃいますけども、はい、例えばレコーディングなどをされていらっしゃるときは一緒には録音はされていらっしゃるんですか？もちろんです。この方のスタジオはまあ、レコーディングスタジオになってますので、はい、そこで彼女の歌の時には彼女の歌いであったりとか、はい、まあ、コーラスもねやってもらったりとか、いろんな形で、ね、はい、活用してます、手伝ってもらってます。はい、そうですか。ミキシングなども佐藤さんがされていらっしゃるってことですか？そうですね、そういう時もあるし、そうじゃない時もあるっていう、まあ、いろいろですね、その辺に関しては。そうですか。はい、もう今ちょうど今 BGM の方で流れている曲なんですけども、こちら3月に発売されたアルバムなんですけども、はい、こちらのアルバムはもう佐藤さんのスタジオで全て制作されたものということになりますか？プロデューサーがゴー・ホトダさんなんですけども、はい、彼は熱海の方に住んでらっしゃってるので、はい、あちらとまあ音源を、まあ、やり取りしながらって感じですね、作らせてもらいました。歌入れは全部宮古島です。あ、そうなんですか。はいはい、もうそうするともう録音して、あとはちょっとごめんなさい、こういうのはなんですけど、データのやり取りをされていらっしゃるってことですか？そうですね、データのやり取りしながら作っていったのがこのアルバムの From 宮古ですね。あ、はい、
やはりもうここもですね、ネットがあるからできるっていうところなんですよね。我々ラジオもこれネットがないと全くない成立しないというものになってるんですけども、本当にこうそういう時代なんだなというふうに思っておりますね。本当ですよね。はい、ツイキャスで宮古島にいてもね、世界のものがこうね入手できるっていうのがなんか、うん、ねすごい時代になったなと思ったりしますけども。そうですね。はい。うん、あ、ちょうどですね、今佐藤さんの今アルバム、from、はい、あ痛い今当たっちゃった from 宮古の from 宮古、はい、の今アルバムジャケットをですね、はい、ちょうどきツイキャスのご覧の皆さんにはね、皆さんにはご覧いただいております。ご覧いただけるようになります。ありがとうございます。ツイキャスの方ではちょっと曲の方は流れてませんけども、リスラジの方で今流れてます。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、今日のテーマがですね、はい、我々のテーマなんですけども、番組のテーマがスタートってなるんですけども、何かはい、サトルさんの方で何かの、スタートという聞いて何か思うことありますか。スタートと聞いて思うもの、今は世界陸上やってるので、はい、なんとなくその陸上競技を思い出したりもするんですが、はい、やっぱり、ね、今日ラジオがスタートしたということで、はい、僕も実はサテライトスタジオは自分で、まあ、作って、スポンサーさんも自分で、ね、募りつつしながら宮古島から発信してもう24年になるんですけども、スタートした頃の苦労というか、ワクワク感というのをちょっと思い出したりしましたね、先ほど。もう本当にそういうサテライトスタジオから立ち上げて放送開始というのは大変、ね、その頃はもう今に比べたらもう本当にご苦労されていらっしゃるかと思いますね。まあでも楽しかったことは楽しかったんですよ。ですがやはり離島からこういう例がなかったんですね、今まで。はい、ただ離島からでもやっぱやればできるって。でラジオ局っていうのは例えば都道府県の中心地から全部発信してるじゃないですか。はい、当時はそうだったんですね。なので、はい、いやそんなことないよと、小さい宮古島だけど離島からでもやればできるんじゃないかということで、まあ、RBC さんと、交渉しながら、まあ、スタジオも立てて、やっぱやるにあたってはね、スポンサーさんがどうしても必要なので、はい、その辺もですね、いろいろ宿泊しながら見つけて、皆さんに応援していただきながら、まあ、24年経ってるなって感じですね。はい、そうですね。本当にご苦労されて立ち上げられたスタジオと番組ということで、その番組でございますけども、はい、毎週土曜日RBCI ラジオですね、はい、毎週土曜日そうですね、はい、はい、夜7時から、はい、ワイワイワイドという番組でございますけども、また皆様の方、はい、ぜひお聞きいただければと思います。今日はよろしければぜひよろしくお願いします。はい、今日はゲスト出演ありがとうございました。ありがとうございました。なんかダンサーさん、はい、すごいダンディーです。いやいや、真面目な話ですごいダンディーです。声だけじゃなくて実際見てそれ言ってくれたら僕楽しくなっちゃいます。わかりました。じゃあ今度お会いした時に、今度お会いした時にそれ言ってくださいね。わ、はい、かりました。はい、じゃあ今日のゲストは、はい、宮古島から下地悟さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。福原さん、にがさんで。キウナ名古屋。でしたね、ゲストね。そうですね、王子もね久しぶりに ね大物ゲストですからね、緊張しちゃいましたよ。ねえ、面白いです。今日はね、宮古島名古屋宜野湾から発信、うん、それでバーモントさんが徳島で聞いておりますということでね。そうですね、いろんな、ね、ところから ね聞いていただいてね、ありがたいです。ですね。じゃあまたメール紹介してもいいですか。うん、はい、はい、
こんばんは、モーラです。キユ名古屋晴れのスタートおめでとうございます。末永く応援しています。ゆっくり頑張ってください。僕は 5,6 年前リスナーをスタートしたことが最大のスタートです。それでは最後まで聞いています。ありがとうございます。モーラさんからまたこちらですね、こんばんは、ラジオネームミネラルミラクルです。キユ名古屋第1回目の放送おめでとうございます。テスト放送から聞いています。今日のテーマスタート、子供の頃何をしても続かなかった私に祖母がスタートは何回でもしていいんだよ、また明日から頑張ったらいいさねと言ってくれました。今でも時々思い出します。今日のゲストの下地悟さんとのトークも楽しみにしています。ダンサーズさん、みそさん、マスクマンさん、生放送頑張ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、テスト放送から、ね、聞いてくださってて ね、はい、はい、いい言葉ですね。何回でもスタートしてもいいってことで、はい、はい、ではイメージ読みます。はじめまして、ラジオネームチムニーと申します。静岡県から聞いています。今日のテーマスタート、僕がスタートしたいのは体力作りです。最近目に見えて体力筋力が落ちてきています。とは言ってもこれまでに何もしてこなかったのに急にウェイトトレーニングやランニングを始めると体を壊しかねないので、とりあえずウォーキングをスタートしたいと思っています。問題はいつからやるかです。夜は最近あんまり治安が良くないから怖いし、朝は起きられないし、スタジオにお返しします。え、帰ってきたの？帰ってきちゃったよ。帰ってきちゃったの？はい、ジムニーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。まずはウォーキングからどうぞ。続いてはですね、進撃のめいちゃんから来ています。ダンさんとみそさんと今日も絶妙に滑る、あ、滑り王子、私のことですね。こんばんは、先週金曜日は本当にお世話になりました。めいちゃんでございます。キユ名古屋ついに本放送ですね。まずは長寿番組、またまだ長いのでまず1年目を迎えてからですね、わら、ではではスタート、スタートしたのはやはり増税とモノレール延伸、いまいちどれか 8%、どれか 10% か分けにくいですよね。そして URL の延伸、これから進化している首里や浦添周辺に期待しています。ではでは楽しく聞かせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう一つ読みます。ラジオネームフルムン新一です。キユ名古屋の皆さん、番組スタートおめでとうございます。名古屋からの中継番組ということでいろいろと苦労は終わりだと思いますが、番組独自の情報や企画を楽しみにしています。そういえば名古屋と沖縄って結構つながりがあるのでしょうか。パッと思いつくのは中日ドラゴンズのキャンプ地、他にもいろいろ探すとありそうですね。実はこういうところで意外な関係があるっていうことかも。番組最後まで頑張ってくださいね。楽しく聞いています。ありがとうございます。はい、いいですか、エンディングです。あら、早い。はい、はい、来週のテーマは、来週のテーマは空港エアポートです。はい、はい、じゃあちょっとお名前だけになってしまいます、申し訳ございません。兵庫県明石のトワイさんからメールいただきました。ありがとうございます。続いてですね、トニモン団長さんからもいただいてます。ありがとうございます。またね、来週読みましょうね。来週この紹介したいと思います。はい、はい、はい、ということで、はい、はい、この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞を受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、トリプルエイト、あと R サプライの提供でお送りいたしました。皆さん今日はありがとうございました。